誰も教えなかった英会話学習法その13ですねここでは KEEP の動詞フレーズでこれだけ話せるということについて述べていきたいと思いますまず KEEP のー基本的な意味なんですがこれを維持する保持する要するに保つということで覚えてくださいまず KEEP はですね l e t とついにして覚えるのがいいと思います つまり反囲語みたいな感じですね。go に対して come、ね。take に対して put、ね。ある意味で、えー、get に対して give というものもあるでしょう。つまりこ,このようにして反囲語を捉えるというのが非常に英語の学習法で、えー、大事なことだと思います。さて、ここでその keep なんですけども、犬を思い浮かべてください。 犬というのは普段こう鎖につながれているということが多いですね。あるいは家の中にじっと入れられていると。入れられているというのは変ですけども、まあ、外に出ないようにということで犬に、えー、部屋にですね、えー、下ろされるということが多いですね。それを keep the dog 犬を押さえているとつまり、まあ、犬をこう保持しているという状態ですね。 でその逆がレッドなんですね。レッドというのはその犬をですねルースつまり、えー、放たれた状態ですね放たれた状態にしてあげる。これレッドというのは何かをその対象のものを何かするのを許すとするのを許すという場合とそんな状態になるのを許すと。 いう二つの意味があります、まあ、これについてはレッド次のと,うんところのレッドで説明、えー、しますがえつまりですね、えー、どこかに行きたがっている犬,のお犬をです、ねえー、保持するというのがキープなんですねでその逆がレッドということになりますでキープというのはそれがものであれば離さないで持っていることつまりこれ対象を おを、こう入れての表現ですね。つまり、対象を保持する。これが VO 感覚です。つまり、目的語を持っているという意味ですね。ね目的語を保持すると。対象になるものを保持するということですね。えところが、一方でですね、ある状態を持続する、続けるという、保持するということもあるんですね。これが VC 感覚。つまり、 形容詞とか動的なあるいは例えば ING 系の動詞フレーズですねとか ED 系の動詞フレーズを持つと。でその保持する状態という表現を取るというの表現のパターンを取ることになるんですねで例えばですね。 対象を目的とした表現を一つ挙げておきましょう。例えば、お金がありますね。で、お金を相手に渡すとき、えー、話そうとするときですね。keep the money と言います。これ、お金を持っていてください。だから、取っておきなさい。というふうな意味にもなります。そして、例えばタクシーなんかに乗って、えー、お釣りですね。お,お釣りを取っておいてください。 あなたにあげますよというときは、keep the change. つまり、you may keep the change というような言い方をしますね。まずは keep the change と言えることが必要ですね。いつも言ってますけども、ちょっと話がそれますけども、つまり、タクシーの運転手さんにしたら keep the change え、お連れくれるのと。いただけますかという表現ですね。それで、えーえー、yes, you may keep the change. というふうな表現になると。これことは、えー、知っておいてください。つまり、動詞フレーズが全て基本だと。これなんですね。ファンクションフレーズ、えー、メソッドというのは常にそういうことなんです。決してですね、えー、あなたはを訳し、お釣りを訳し、キープし,してもよろしいというふうな、このような日本語発想でとってはダメです。keep the money, keep the change。これを覚えてしまうということです。そして、あ、あ、あ,あるいはですね、その対象が秘密。 The secret というようなこと、えー、とか、Your Word 言葉をキープするということもあるわけです。だから秘密を守ってください。Keep the secret あなたの言ったこと、約束を守ってください。Keep your、uh, Word words ですね。というふうな表現もあるということです。もう一度言います。Keep のルーツセンスは、えー、保持する、維持するということです。 さらにですね、何かをある状態を対象に向かったですね、何かある状態を続けさせるというような表現の場合はですね、その状態を示す言葉が必要なんですね。これは let と keep、よく似ております。そして今までも、例えば make me happy、私を幸せにしてよといった、いわゆる VOC 感覚の表現に共通していることですね。 えー、つまり日本人にとっては一番どういうんですか難易度の高い表現どうして難易,度難易度が高くなるかといったら教え方に、えー、問題があるからです一つはですね例えばその犬を静かにさせてくださいという場合 Please keep the dog quiet ありますねこれはですね、えー、もともと the dog is quiet その犬が静かにしているよという表現ですね つまりこれ中学1年生のような表現なんです。英語をはじめに学んだその表現ですね。それをですね、キープしなさいということで、The dog quiet つまり B 同士を取ってですね、そのまま続ける。これが VOC 感覚なんです。だこのようなトレーニングとこの仕組みですね。これをきちんと教えないから、いつまでも丸暗記のまま。そしてもう一つ、どうして日本人が この表現がまずいかと、なかなか身につかないかといえばですね、ハブのところでも申し上げた通り、つまりこの形容詞、quiet というのは静かにとか、じっとしてというのは日本人にとっては副詞的な表現で訳されるわけですね。そうじゃないんです。静かな状態、これは形容詞なんですね。はい。 という表現がで出たらですね、次、don't keep me waiting. これも I'm waiting. 私は今待ってるんだよという、えー、この、えー、v c 感覚ですね。の表現がまずあるわけですね。中学一年で習う、これは進行形です。進行形の表現がですね、don't keep, はい、I がもちろん Me に変わりますね。変化しますね。目的を。 目的語だから目的書くですね。だから、keep me waiting. I am がなくなりましたね。だ例えば、keep the fire burning これは火を消えないようにしておいてくださいと。これ、keep が非常に難しいところなんですね。これ、反対に訳す方が、えー、どういうか日本語訳になると。これは詳しく後で説明します。まずここでは、 その火をですね、燃えたままにためたも保っていてくださいということなんですね。で、まず v c 感覚は The fire is burning。これも進行形ですね。つまり C が INGK 同士フレーズそして、えー、Keep the fire burning。つまりね、ネイティブとか、ネイティブスピーカーであったり、えー、私たちと同じであるその 英語を第二言語としている人たちですね。ね。その人たちも、やっぱこういうトレーニングをするわけです。こういう発想を教えて、やっと、keep the d o g quiet. ね。そして、keep me waiting.keep it a fire burning. あるいは、えー、keep the s w o r d back. これは包囲語ですね。back は包囲語ですね。そして、えー、keep things in good order. 物をちゃんと整理しておきなさいと。と ね、保持しなさいこれは「things are in good order」つまり「整理されています」ということですねで日本人が本当にね英語というものをが身につかないのはつまり「in good order」というのを「整理されている」というのが普通の日本語訳なんですところが日本語では「何々される」「されている」これは受け身形だと教えて,、えーてえー、しまうんですね これはダメですね。こういったものがね、全部邪魔、邪魔、邪魔、邪魔になっていくんですよ。だから日本人は英語音痴だと。私は常に言っているんですね。あるいはですね、立ち入り禁止テープというのがありますね。えー、つまり警察などがこう、犯罪現場というか、えー、何か起こったこう、事故が起こったところで、keep out というテープを使いますね。これは keep out。 これは、持続しろ。はい、何をか。yourself ですね。あなた自身を、はい、範囲外にと。つまり、あなた自身を範囲外の、の空間ですね。まあ、範囲外の状態に持続しろと言ってるんだから、これは日本語で言えば、入ってはいけない。というふうな意味になるんですね。あるいは、 芝生に入るなと今度は芝生という言葉が入りましたこれも keep o f the grass というふうによく芝生のところに芝生を張ったところに書いてありますねこれも keep yourself the grass keep yourself of the grass と言えば非常に分かりやすいですねであちなみにですねあっちへ行ってしまえというんだったら keep yourself away はい、あなたあちらに行っておきなさいというふうな表現となります、はい、次に「キープの動詞フレーズのパターンですね、えー、ご覧の通り4の VOO 感覚つまり目的を2つ取るといった表現はありませんまず V 感覚ですけども「t h e s who's d o n t keep、え」ー「何々、えー、しないと持ちませんよ」というふうな表現ですね まあ、あまあ、これは、ある意味で、例外、えー、的なものとなります。で次は、VO 感覚ですね。VO 感覚というのは、ある対象を維持する、保持するというイメージですね。でやはり、これもですね、えー、ひとまとまりのものとして、動詞フレーズは捉えなければならない。えー、つまり、何度も言ってるように、Keep a Diary? Diary? っていうふうに、えー、日記をつけてんのと Yes, keep a diary. そうよ人、えー、気をつけてるのよと,といったこのような動詞フレーズとのだけの表現ですねこれを身につけるべきだと言ってるんですねつまり例えば先に出てきたお釣りを取っておいてくださいってこんなもう一文丸暗記、えー するのは大変なことなんですね。you may keep the change.you can にしようかと。まあキ can にしたらざくばらに、えー、取っておいてもいいよというような感じで you can keep the change.、まあ、いずれにしてもですね。keep the change ということを発したら相手はあ、まあ、運転手さんだったら喜ぶわけですね。<laughs> 例えば、まあ、どんなあのレストラン,レストランでもそういう食堂でもそうでしょう。まあ、そんなもんだということですね。はい。とに,とにかく keep a c c o u n t Keep a diary. Keep one s word. Keep a r o ね、Keep a diary. 何かをキープする。これではダメなんですね。そしてコミュニカー英作法と、この私が、えー、もう何年も前に作ったその、えー、教材なんですけども、コミュニカー英作法という名前で、えー、紹介しているものです。これはファンクションフレーズと動詞フレーズを別,別個に捉えるべきだと。 これが英語の発想なんだとというここですねこれをやはりね中学1年の頃からで小学生の頃からこれをきちんと身につけてほしいとずっと私は言い続けているんですねある学習塾のですね全国展開の学習塾の授業場面が宣伝されておりました。 で「I drink milk」といった、まあ、ミルクであったかジュースがあったかそれは今覚えておりませんが、まあ、いずれにしてもこのような文が書かれてそれをペン状のものでなぞらえたらネイティブの声が聞こえていくる「I drink milk」とやるわけですねだけどこれはね決して英語の授業だとは私は思いませんつまりこれ私は主語は何だ動詞は何だ目的語は何だこのような教え方ではいずれ いくらね、教えても、つまり、えー、小学生なんかの入り口でこれをやられれば、全く私たち大人と同じような英語音痴が出来上がっていきます。なぜか。普通だったらですね、drank milk? と言って聞かれた場合、drank milk というふうに答える。で、これ、どんなあどど、場面でそう言われるかって,って、普段ミルク飲んでるのです。 普通話ですね。そして、ある場面ではですね、drink milk, これからビーミルク飲むジュース飲む飲みたいですかといった場面なんですね。つまり、I drink milk が基本じゃなしに Dr milk. drink milk,drink juice というのが一番の言葉の習得の先に、の初めに来なければならないということなんです。つまり、 え、上の、帳簿をつける。ね。日記をつける。約束を守る。ね。つまり、つけるは何だ守るは何だこれではダメなんです。keep account, keep a diary, keep one's world, keep a role, keep a diary. このようなあ、ひとまとまりのものとしてイメージさせていく。それが大事なんですね。私はだから、このコミュニカー営作法という,うものが展開されている コミュニカ英語基礎編と、中学英語基礎編というのは徹底的にこれをやらせているわけです。つまり、これ、こういうふうに学習すればですね、you should というのと keep the これは別個に蓄積していくことにな,ってなるんですね。先ほどの you may keep the change というのも、お釣りを目の前にしてですね、you may といえば、 あそのままあ伝わるということです、ね、例えば「You can keep the change、ね」と言うてもザクバラにキアンを使っても「can I? ううに」にしてる運転手の方がね「can I?」できますか、ね、つまり、えー、お釣りを取っていいですかもらっていいですかということになるわけですつまりこのようなファンクションフレーズと同詞フレーズが 別個のものもだとこれをねきちっとあ小学生、ね、中学生の英語の始まりで,で、ね、英語の学習の始まりで教えなければならない,ならないということなんですね私は飲みますミルクを私は飲みますジュースをこれではダメだということです次に、えー、V 水感覚について、えー、述べたいと思いますで V 水感覚といえばですね 基本は形容詞が保護になる場合でしたね。つまり主覚保護。どんな状態だということですね。B 動詞米印のとこ,をところを見ていただいたら、We are usually busy. 私は普段忙しくしていますという、これが B 動詞存在を表しましたね。それが get を使ったら、私は忙しくなる、到達を表す get でしたね。だから私は今どんどん忙しくなっているのよという時には、I am getting busy というふうな表現がすでに出てきました。で、それと同じようにですね、get の代わりに keep を使うとですね、継続的な意味になる。つまり、忙しい状態を維持する、保持する、継続するというふなあ意味になります。で まず、あの、親はケー v e n busy。今ずっと忙しくしていますよということですね。ずっとという日本語訳を入れたのは、キープしているということだから、ずっとということを入れました。そして、普段ずっと忙しくしていますよというんだったら、これは進行形を使わないで、そのまま、we usually keep busy ということになりますね。この区別はきちっとすべきですね。はい。そして、コミュニカー作法というのが、やはり v c 感覚でも同じだということです。ないないすべきだよと。 We should keep should still というような表現ですね。えー、そして4と5、この、えー、形容詞はある意味で、えー、どういうんですか、静、あのー、的な、まあ、静かなというか、あ,まあ、あんまり動きを表さないということなんで、はい、やはり動詞フレーズを借りてくることになります。はい、The baby was crying. その赤ちゃんが泣いていたという進行形ですね。B 動詞ですね。それを The baby kept crying にすれば泣き続けた動時になりますね。はい。えー、これも get crying 泣き始めたというような意味もすで、えー、に出てきましたね。そして keep EDK 動詞フレーズ。これはまさに、えー、受動体ですね。受け身系ですね。you have to keep posted. これは your p a s t i v あなたは連絡されている状態にあると。連絡できる状態にあるというのが your p a s t i v ということですね。はい、次に VOC 感覚ということになります。はい、語が keep your room clean。はい、保持しなさい、維持しなさい、あなたの部屋をということですね。そして、その部屋がどんな状態か、クリーンな状態なんだ。つまり、 Your room is clean というこの is が取れてですね。keep しなさい .your room clean というような表現になっているということなんですね。英語発音というのは本当に簡単なんですで。ところが日本の英語教育はすぐにこれ公文だとか何とか言ってわ訳の分かることを言うんですね。えー、これではダメです、はいで。それでですね、もうすでにこの形は I will have everything ready というのが have のところで出てきましたね。 すべてのものを用意して、準備しておく、つもりです。みたいなものですね。そして、ここで、VOC 感覚、keep o プ,プラ plus 保護のところですね。はい。これをクリックしてください。はい。そうするとですね、えー、keep it clean.keep、ね、your hands clean.keep your clean.keep yours clean. 体ですね。あなた自身を清潔にしておきなさい。はい。keep your h e、cool. 頭を cool に冷静にということですね。I keep him so long, keep our resplice low, keep the door open, keep the dog,、uh, door shut.、ね、単にね、開けるとか、ドアを開けるとか閉めるといいんじゃなしに、ドアを開けたままにしないで、ね、ドアを閉めたままにしてよと keep the dog,、uh, door shut というふな あこともあるし、銃のように keep that day open 開けておくと。keep myself quiet 黙っておくことにしましょうと。はい、これはもういろいろと例文があります。つまり、環境を生活に保つ keep our environment clean というのもありますね。そういうようなものもやはり何回も何回も読んでおればですね、やがて口から 飛び出すと。これが本当の英会話の学習なんですね。そんなもの、一つ一つのものを丸かじり、英文丸かじりでは絶対ダメですね。はい。次に登場するのが6と7ですね。つまり、これも進行形。The fire is burning。ね。火を、火が燃えていると。burning しているといううなものを keep。 何々に保っておきなさいということだから逆にね「keep」というのは「何々しないように」と訳すことが多いんですね、えー、例えば「keep the dog out、ねえー」犬を外に、えー、維持しておきなさいというのが、ね、中に入れないでという日本語訳にもなるわけです「keep」はそういった意味ですねそして、えー「keep the door closed」つまり受け身形「the door is closed」 という、県民系の表現が元になっています。つまり、この、五、六、七というのは、形容詞、ね、ED 形動詞フレーズ、えー、ING 形動詞、すべてが目的格保護になっていると。はい、目的語がどんな状態になっているかということですね。そして、最後に、two word b o t s はい、keep at your work。仕事を続けてやりなさいとかね、頑張りなさいとか、ね、根気強くやりなさいと。 いう,うな意味になるんですけどもこれはどういうことかというとあなた自身を at 仕事という一点においてね保持しなさい維持しなさい保ちなさいということなんですだから根気強くやりなさいといった意味にもなるわけですね逆に根気強くやるというのは何かこんなことを考えたらダメですね簡単な動詞よく働く動詞とそして包囲福祉全知ね、それらの 順列組み合わせて様々な表現をする。これは英語の発想なんですね。